ございます。5秒を切ります。3秒前、1つ目準決勝第9レーススタートしました。10メートル線両者がちょっと遅れている。後ろから4番武藤が石川哲也に並ぼうとしていますが、石川がかろうじてスターター残しました。おっと鎌原が膨らんだ。ここで石川哲也の視界がパーッと開けました。さあ2番手に上がった石川哲也、鎌原の内を狙って武藤博美、阿部剛が続いています。黒川京介今日は早めの仕掛け、現在6番手。先頭は1番信沢矢野、2番手石川哲也、石川が1番信沢を追い上げる展開。まずは34キロの2人がレースをリードしています。3番手に川原、4番手6番阿部剛、早めに6番阿部が4番手、そのすぐ後ろに8番黒川京介がつけています。残りは4周回です。信沢が逃げる、信沢が逃げる、その差は今2写真ぐらい。石川哲也が差を詰めています。2番の神原も負けない足色。さあ先頭2番手距離が縮まって、3番の石川がもう1番の信沢に追いついた感があります。この4コーナーで切り返しの体勢、やや立ち上がりに滑った。それでも内側突っ込もうとしていますが、ここはかろうじて信沢が振り切っています。先頭信沢、3番手から川原、さあ内を狙いますが石川が入れない。さらには先頭同期の信沢の内に叩き込んでまいりました。石川哲也が先頭に立っています。川原が続けるかどうか、残りは2周回終盤戦です。さあ4番手重犯勢の争い、阿部剛も黒川京介もなかなか突破口は見出せません。2番手1番の信沢に外からアプローチするのは川原武史、4番手6番の阿部剛、5番手が8番黒川京介、残り1周ブルーフラッグ。さあ2番手に川原が潜り込もうとしていますが、1番信沢が抑えようとしている。ここに阿部剛が超蹴る方を狙って3コーナーの突っ込み、しかしわずかに届いておりません。2番手2番の川原、3番手6番の阿部剛、勝ったのは石川。発走でございます。5秒を切ります。3秒前、第10レースの準決勝スタートしました。平川に対して20メートル各社が接近。20メートル線は斉藤翔吾に、内から4番中田圭一郎でありますが、斉藤翔が抑えました。相当からかぶせるようにして6番の黒岩明、中田の前に上がりました。ちょっとこれは中田厳しい展開になっています。最終班から枠下り高橋西原の順です。流れた斉藤翔吾、作ったのは黒岩明、まだかも続いている。レーサー2周目、さあこの1コーナーかなり20メートル勢が入り乱れています。入れ替わり立ち替わりの順位でありますが、ここで5番の真中が20戦の中では一番前に上がりました。先頭は柳井、2番手が平川、3番手真中、そして6番の黒岩が続いてレーサー残り4周回。おっと内を狙った平川突っ込めない。1番の柳井が先頭です。平川、さらには真中が続いています。黒岩明、中田圭一郎、高橋義弘が6番との位置取り。3コーナーでは序盤の遅れを挽回するべく4番中田圭一郎が黒岩に並ぼうとしています。さあ先頭争い、立ち上がり滑っていますが、平川ここは捉えた。残り3周で平川が先頭に立っています。柳井2番手の位置、3番手真中、4番手に黒岩明。さあ真中が1番の柳井の内を狙ってバイクを引いた。外から黒岩のまくりが決まって3、4コーナー、3番手に黒岩明が上がっています。残りは2周回、先頭は平川、2番手柳井のアウトコースから黒岩のまくり、これが決まりそうだ。決まった決まった。おっと中段ではもつれ合っている。5番の真中が今4番手から3番手を狙いますが、かなり深いところまで突っ込んでまいりました。5番の真中、先頭は2番の平川博康、6番の黒岩の体勢変わらず。残り1周ブルーフラッグ、やや立ち上がり滑っている平川でありますが、体勢変わらず。6番の黒岩明が、さあ先頭の平川に並ぼうとしていますが、平川耐えている、しのいでいる。先頭は2番の平川博康、2番手6番の黒岩明、真中は3番手、まもなくチェッカーブラック。2番の平川博康先頭でゴール。ランプが消えました。スタートまでは3秒前。第11レース準決勝スタートしました。
20メートル線のスタートダッシュ、インコースから吉田、センターから4番清水が好スタートを切りました。大外からは6番の新井純、加賀谷はおっと危ない、8番の松本は前にぶつかりそうになりましてバランスを崩しました。1周3コーナー、鈴木誠一が一発で打ち越しを捉えて先頭に立っています。3番手から京阪勢に輪が入るか吉田圭介、インコースから新井純並ぼうとしていますが、ここは吉田圭介を抑えて、さらには2番手の打ち越しまで捉えようとしていますが、2番手は打ち越し体勢変わらず、もう一丁打ちを狙って吉田圭介、インコースからバイクを伸ばそうとしている、明け出して2番手に並んでまいりました。懐に隙が生まれた、新井純が並ぼうとしている。後方からは加賀谷、今中段の5番の山際慎介、さらには1番打ち越しを捉えて4番手までジャンプアップであります。松本は一車さばいて7番手に上がっています。さあどうか、ここで鈴木誠一のイン側を捉えた3番吉田圭介、吉田圭介が先頭に立っています。3番手からじっくり前を見ている新井純、さらには加賀谷武明、ここで2台まとめて料理、一気に2番手に上がったと思いきや、鈴木誠一がかぶせるようにして2番手踏みとどまっている。さあ単独3番手の位置、躍動する加賀谷武明、2番手の鈴木誠一に並ぼうとしている。先頭は吉田圭介、2番手鈴木誠一に、ここは内側から、さあ加賀谷がさらに番手を上げていく、2番手に上がりました。先頭は吉田圭介、さらに連勝を伸ばすべく加賀谷武明、残り1周半で3番の吉田圭介とガチンコ勝負になりましたが、並ぶ間もなく一まくり先頭に上がりました。残り1周ブルーフラッグ、ものすごい破壊力、先頭は加賀谷武明であります。2番手吉田圭介、鈴木誠一が内を狙いますが入りきれない、外から新井純のまくりこらえている鈴木誠一、3番手はサイドバイサイド内側から突っ張るように鈴木誠一、先頭は加賀谷、7連勝ゴール、3番手は接戦となりました。ございます。3秒前、12レースの準決勝をスタートしました。さあ30メートルのスタートダッシュ、今日も鈴木誠二が好スタート、内側へこらえるか深谷と鈴木誠二が同体でなんとかギリギリいっぱい、内側から深谷が先手を取りました。先頭は井戸熊隆太、2番手に一気に深谷が攻め上がる、ここで一気加勢に2番手にワープしました。4番の深谷が、これは絶好の展開であります。レーサー2周回目、先頭は猪熊、2番手以降が一塊になっています。中村は中段の混戦をまくろうという構え、今は2番の深澤、さらには7番の森山でまくって6番手に上がっています。さらには鈴木誠司の前まで上がろうという動き、さあ先頭に追いついた深谷が1番の猪熊へとここで捉えました。残り4周という段階で先頭に上がっています。さあ攻めのピッチャーどんどん速くなっていく、中村正人5番手の位置、前に引っかかった6番青木春近に外からスーッと攻め上がる中村正人、4番手進路内側に切り替えて3番の栗原、おお中村もごぼう抜きであります。ここでまとめて猪熊栗原を料理、先頭4番深谷に肉厚する中村がおります。これはさすがに相手が悪いか、4番深谷、中村が2番手の位置、まだまだ周回数はたっぷり残っています。残りは2周半、先頭4番深谷光る、2番手から狙いを定める中村、2番手の位置、残りは2周回 1000m を切りました。4番深谷が逃げています。1対1の展開からセオリー通り切り返して、ここで中村が先頭に上がりました。3コーナーで決着をつけた中村が先頭に立っています。2番手4番深谷も優勝戦圏内踏みとどまるか、3番手が栗原俊介、4番手が6番青木春近の体勢ですでにブルーフラッグが通過しています。先頭中村、2番手深谷、3番手が3番栗原俊介の並び、最終コーナーに向かっています。先頭は威風堂々と1着で優勝戦に勝ち上がる中村雅人、人気に応えた。最終的には石川哲也が一番人気になりました。
そして20メートルの2人、わずかに輝が人気上位。12レースの発走でございます。5秒を切ります。3秒前、第12レース優勝戦スタートしました。ハンデゼロでは石川総合から3番の平川博康、ウィリーしながらも平川がトップスタートを切りました。平川、石川、そして1番の川原は飲み込まれました。4番吉田圭介が3番でスタート。1周3コーナー、加賀谷がまとめて捉えようとしている。深谷も粘る。それでも明け出して加賀谷が4番手。さあ先頭争いはあっという間に石川哲也、3番の平川を捉えて2番の石川哲也が先頭に上がりました。デビュー初優勝へのチャレンジが始まります。2番手は3番平川博康、3番手が吉田圭介。その直後に今乗れている7番の危ない、接触あった。それでも3番手に輝が上がってきています。先頭は2番の石川哲也、リードは15メーターあります。2番手は3番平川博康、加賀谷が3番手、4番手には5番の深谷、中村の姿は現在6番手であります。さあ2番手を狙って加賀谷どうか。この1コーナーで入ってまいりました。さあ貪欲に勝利を目指して、残り3周回でこれだけの差を縮めることができるんでしょうか。もう致命的な、そんな感覚が開いてしまっています。中村は今4番手の位置。残りは2周回、何かミラクルが起きない限り石川哲也のデビュー初優勝はほぼ間違いなさそうな大きなアドバンテージだ。3番手には3番の平川を捉えた中村が上がってきています。4コーナーを立ち上がりまして、どうやら加賀谷の連勝ストップかけるのは2番の石川哲也ということになりそうであります。先頭は石川哲也、その差は10メートルで加賀谷は懸命な追走でありますが、体勢変わらない。34期伊勢崎の石川哲也、念願のデビュー初優勝がもう目の前に迫ってきています。おめでとう、デビュー初 V。大きなハードルを超えました石川哲也。660円2番人気、2連勝複式2と7の組300円、3連勝単式2番7番8番1400円、3連勝複式2と7と8の組。注目の結果は